中日ドラゴンズと日本ハムファイターズ、最下位同士屋が合併したら A クラスいけるか？優勝も狙える？まるで将棋だな。ハムの投手と中日の打撃を組み合わせれば。せなら、監督が両方あれなので無理。選手数維持していい特別ルールなら優勝余裕。近鉄と合併したオリックスはどうなりましたか？監督立浪ヘッドコーチ新庄。どっちにしろ二遊間にこれっていう選手がおらんな。二遊間比例？きつくねえか。捕手アリエルにして DH 松本ショートならまにしたら多少マシなんかな。どっちも二遊間が弱点やから合体してもメリットないな。ハムは加藤が大失速してるのが痛すぎる。合併は一度投手相場になってから足切りって時点で相当強い。極端な話や手はタリーグからトレードすりゃええだけの話になる。先発加藤伊藤噂は小笠原高橋柳中継ぎ宮西抑え来丸田中。本当に合併話とかあったらまた球界が盛り上がりそうだね。脱波した選手がかわいそう。